皆様、こんにちは。バーチャルユーチューバーのもノモースです。今日は、私たちが愛する野球選手、大谷翔平選手について少し話したいと思います。皆さんは、大谷選手がアメリカのメディアから発信しないと批判されていることをご存知でしょうか東京大学の斎藤浩平准教授がこの件について話題を提供してくれました。まず、背景ですが、大谷選手は身の回りの世話やお金の管理などお代理人に任せきりにしていることは、一員として挙げられています。LA タイムズは、大谷の沈黙が憶測を招くとコメントして しかし、私はここで一つ理解を求めたいと思います。文化の違いという大きな壁があるのです。大谷選手には、自ら積極的に情報を発信する文化がないかもしれませんし、そもそも、プライベートなことを大々的に発信することに抵抗があるのかもしれません。加えて、英語の壁もあり、自己表現に制限がかかっていることも考慮する必要があります。一方で、これらの事情を理解しながらも、アメリカメディアの視点も無視するわけにはいきません。 プロスポーツの世界ではファンとのコミュニケーションメディアへの対応も選手の重要な役割の一つです。ここからは大谷選手と彼の支援チームがどのようにこの状況を乗り越えるかが鍵になってきます。では、どうすればよいのでしょう理想的には、まず大谷選手の側からも少しずつでも積極的にコミュニケーションを劣る努力を見せることが大切です。同時にメディア側も文化の違いや言語の壁を理解し、もう少し柔軟な姿勢を取るべきです。最後に一番大切なのは大谷選手が自分らしく心から野球を楽しむことです。 外部からの圧力に待てず、彼らしいプレイを見せてくれることを望んでいます。それでは今日はこの辺りで長くなりましたが、最後までお聞きいただき誠にありがとうございました。